はい、底辺元ブロガーです。ということでね、北海道キャンプツーリング装備の紹介ね、第2弾ということでね、今回は、前回はね、シートバッグ、シートバッグの紹介をね、何持っていくかっていうね、主にそのキャンプ道具、テントとか寝袋とかの紹介、あそこに全部詰めましたよっていう紹介でした。今回はトップケースとベリス X250 ツアーラーにはサイドパニアが付いてるんですね、2つ。これとトップケースで3個、3つケースがあるので、その中に何を入れていくかっていう紹介です。でまずね、このトップケースね、 NBS さんのトップケースの中にはこうやって入れていきます。まずこれサンダルね、サンダルちょっと汚いですけどね、サンダル、これがベリーの中で過ごすためのその着替えとか、洗面用具とかね、歯ブラシとかが入っております。すぐ取り出せるように ね入っております。次これ暴風風をね、向こう寒いんで、暴風用に、これ防水じゃないんで、ただ風をちょっと防ぐためにインナーですね、インナーなっております。これがダウン、本当北海道寒いので本当10度台になる時あるんで、それメッシュのジャケットで行くんで、寒い時はこれの下にダウンを着てね、夏場寒い時でもこの2つがあれば大丈夫かな。最悪寒い時はカッパ着ちゃえばいいんでね。で次これカッパね、これは、まあ当然持っていくんですけど、まあここに入れてます。雨降った時にすぐ、ね、取り出せるのがやっぱりこのトップケースになっております。で次ね、これちょっと汚いですけど、ブーツカバー、やっぱり足ね濡れちゃうんで、まあ雨の時はねこれとこれで、まあ最悪走る場合はねこれつけてます。それであとは防水のグローブね、ゴアテックスの防水のグローブです、ね、それとこれバッグ、保冷バッグね、クーラーバッグを入れて、買い出しするときにこれをエコバッグじゃないですけどこうバラしていってね、ここに食材とかね、あと氷入れちゃえばもうこれ保冷バッグになるんでね、そのまま食材買ったらこの中ぶち込むと、そのためにここに入れておいて、旅の途中で買い出し行くときはまあ大体テント設営してから買い出し行った方がいいんだけど、ちょっと途中で買うときとかにこれを使ってますね、このトップケースに入れてます。これが大体トップケースのね。それでベルシス X250 ツアーラーにはサイドケースがついてるんでね、そこに前回紹介したこのホフェルトね、お湯を沸かすのと、あと食器とかボールとか、そのあと洗い物できるものを入れます。はい、次にね、あと火を使った時のちょっとサポート的なグッズ、これが火を抜けてね、パタパタパタってやるやつね、風よけのやつです。あまりねこれはあんま使わないんだけどね、これとあと
CB 缶ね、 CB 缶カセットボンベねを2本、多分2本ちょっと 使いかけて半分ぐらいしかないんだけど、多分これ足りるかな今回ね。でこれ薪を作るのにちょっと拾ってね、木を拾って流木とか拾った時にね、こうこれを着たようなノコギリ、そう焚き火の時のトングね、こう火傷しちゃいけないんでね、トング、あとナイフね、これもまあ切ったりする時ね、薪をね縦に裂く時に使ったりしてます。それぐらい以前紹介したねストーブね、バーナーをちょっとじわーっとね熱を通したい時に使うストーブね。これがね100均の網なんだけど、これ一人焼肉とかする時、あとイカとかなんかね酒とばとかこう炙ったりする時にこれ使ってます。炭を使う時にね、網、これがちょっと今バラしたくないんだけど、そう炭を起こすための台、りんちゃんが使ってるようなね、シマリンが使ってるようなメタル再生箱じゃないんだけど、ちょっと組み立てて台にして、まあこんぐらいな、まあこんぐらいだよね、これこの幅で立って上にこれを乗せるみたいな、一人焼肉用とか、まあ炭を使う台になってます。はい、あとね非常食を持ってってんですね。なんか旅、まあ途中で連泊しなきゃいけない、雨で停滞してね動けない時とか、何食か食べられるように、まあ、パスタと100均のパスタと、あとお米とあとこのパスタのねミートソースとカルボナーラ、まあ、美味しいか分かんないんだけどね、まあ、非常時にね食べるものなんで、あと焼き鳥とかね、これツナ結構ね使えるんだよね、マヨネーズとかねあえて使ったり、あと調味料ね、調味料はもう醤油とかこのニンニク、塩コショウね、塩コショウのやつとか、あとバジルとかいろいろあるんだけど、ここに入れてます。この他にねまだマヨネーズとか持っていくんだけど、もうこんな感じですよね。サイドバッグには火を扱うもの、火の扱うものでと食料を両サイドにこう振り分けて、まあ、うまくこうばらしながらね、全部乗るか分かんないんだけど、優先順位としてはまあ火を起こすのと、このパスタ類、これね、もしこのイワシとかそのあんな入んなかったらもう現地調達でいいんだけど、入れば入れて感じ。あとマヨネーズもあるんだよね、マヨネーズもこれ持ってきたいんだけどなんとか入れる、うん、マヨネーズとかあと焼肉のタレね、ニンニクの焼肉のタレもなんとか持っていきたいと思う。結局まとめると、前回紹介したシートバッグの上に乗っけるやつは雨で濡れてもいいもの、タープとか濡れるもんじゃないですか、雨降るとタープとかテント、焚き火台とかも濡れても別に問題ないもんね。こんな感じで濡れていいものをシートバッグの上に乗っけて、濡れたらまずいものというのが中に、ね、袋とか着替えとか、あと電気ランタンとかは中に入れる感じですね。この他にあと、タンクバッグあるんですけど、その中も紹介した方がいいかな。タンクバッグ紹介する前に、まあ、大事なものが一つありました。これハンガーね、
ハンガー2つぐらい持ってって、連泊するときにタープ張ってたら、タープの下でこれで洗濯物を干してたりするためにこれを持ってってますね、ハンガーね。で、タンクバッグ紹介していきたいと思います。なんかね、で開けるとそのこれを引っ掛けるフック、以前ね別の動画で紹介したんだけど、このタンクバッグがどうしても重みで下がってくるので、シート側にそれを止めるハンドルド固定して下がってこないためのフックなんですよね。はい、それとなんかメモ帳ね、メモ帳入れています。はい、北海道2014年だけど、結構ね自分で書き足しちゃってんだよね、その足りない部分をね書き足しちゃってるんで、またそのなんか新しい情報があったらこう書いていく感じで2014年になってます。それあとこの電装系の充電、これフェリーなんかとかね持っていくやつかな、コードですね。あとこれね、シガライターで、これ2個出るやつね、シガライターのね、2個口で、これで携帯とアクションカムの充電、走りながらね充電用、これがモバイルバッテリー、アンカーのモバイルバッテリー、これ船内用ですね。それでこれがこの間紹介したスーパーウェイの明るいライトね、ランタンね、明るいやつ、これもねこれメインで使っていきたいと思います。で、あとはアクションカムのなんつうのかな、その備品が入ってます。防水のハウジングとかね、防水ハウジング AS300 のね防水ハウジングとか、メモリーカードなどが入っています。あと細々したね、この間紹介したホサンのねバッテリーも入ってます。これね入ってます。あとこれも三脚とか、まあこれはいいか。あとこれがメインで使ってるポータブル充電器、モバイルバッテリー、これが2万ミリアンペアワーぐらいあるんで、これ結構充電時間かかるんですよね。で、これこんぐらいですね。で、今回大体この装備紹介終えたかな、こんな感じになってます。さあもうねすぐなんでね、安全運転で気をつけて行ってきます。最後にね忘れてた、大事なものを説だよね、伝えるの。ね、これ書類ね、車検証とか軽自動車の届け出書、これのコピー、これはねまあフェリー会社によるんだけど提出するとかね、場合によってあるから、これのコピーはね必ず持ってた方が、持ってた方がいいコピーね、それをこう手に出せるようなここに入れておけば楽だよね。シートバッグとかね、そのシートは下に入れてるとまた下ろさなきゃいけないんでね、このコピーはね取っておいた方がいいと思います。それで一番大事なやつ、これね、アベノマスク、これは必ずね持ってってください、必ず必要になります。これアベノマスクね、ね使わなきゃダメですよこれね。以上です。これじゃあ良いツーリング、北海道ツーリングに行ってきます。